はい、皆さんこんにちは。サンドシーコーチの川谷です。今日のテーマは二の腕&背中引き締め編です。特にね、女性が気になりやすい部位トップ3には入るこの二の腕と背中、これをですね、お肉しっかりと撃退していきましょう。今日はね、エクササイズタオルを使うのでぜひご用意ください。では始めていきます。はい、まずはですね、ちょっとタオル使わないで二の腕と背中しっかりねストレッチして、ほぐしていきましょう。はい、まずはですね、手を上に上げて肘を出します。その肘を反対の手でキャッチして、はい、二の腕をまず脇からストレッチしておきます。はい、呼吸止めないようにゆっくりと伸ばしながらじわっとこう伸ばしていきましょう。はい、したらもう少し体を横に傾けて、今度は二の腕から背中にかけても、大きくストレッチしていきます。息を吐きながらじわっと伸ばして、はい、じゃあ今度ちょっと反対側行きましょう。反対はまた肘を出して、肘を反対の手でキャッチ。はい、まずはその状態で二の腕を伸ばしていきます。呼吸をしっかりと止めないようにしましょう。はい、じゃあ今度は少し体を反らしていって、背中の方までストレッチをかけていきます。はい、はい、では一度体を起こしましょう。はい、今度はですね、ちょっと四つ這いの姿勢をとってもらいます。四つ這いの姿勢からお尻をこう後ろにダラーンと引いて、土下座のストレッチします。手を前に伸ばしたところからお尻を後ろにスーッと引いていただいて、はい、背中、脇が伸びるのを感じながらおでこを床につけてゆっくりと呼吸を繰り返します。はい、背中のね、こういったこうじわっとこう伸ばすところに意識しましょう。はい、その状態からちょっとこうお尻を右に傾けていただくと、背中の脇、このあたりがね伸びていく感覚出ると思います。その状態でまたゆっくりと深呼吸をして、はい、じゃあ今度は、左側の方に体をこう傾けます。ライドして、はい、柔らかくしっかりと深呼吸をしながら背中、脇を、気持ちよく伸ばしていきましょう。はい、はい、じゃあ一度ゆっくりと起きてください。はい、今度はですね、次またタオルを使っていきます。タオルを持っていただいたところから、オブリークというストレッチですね。はい、手を上に上げてバンザイしていただいたら、はい、タオルを持っている手を、で片膝立ちをしてます。膝を立てた状態で膝のついてない方に体をぐーっと傾けていきながら、この状態でタオルを縦にするような形で脇を伸ばしていきます。優しくして一度ちょっと戻していきましょう。はい、今度は先ほどよりもちょっとこう遠く背中をできるだけ大きく曲げながら伸ばしていきます。でゆっくりと戻していく。はい、今度はちょっと反対側行きましょう。反対側に膝を入れ替えていただいて、はいはい、まずはぐーっと体、タオルをできるだけこう垂直に近いぐらい伸ばしていきながら、脇をしっかりとこうストレッチしていきます。はい、で一度一度戻していただいたら、はい、今度はよりこう上半身全体からですね伸ばしていくように、体をじわーっとしならせて、脇腹から足の付け根ぐらいまでねストレッチが来るように伸ばしていきましょう。はい、では一度戻していきます。はい、今度はですね、膝立ちの姿勢、楽な姿勢でも構いませんので、背中ゴシゴシ体操といいます。背中をですね、タオルを後ろの方でこういう感じで組みます。はい、組んでもらったらこの状態でタオルをねお互いにこう引っ張り合いっこするような形で一度上にぐーっと伸ばしていきながら戻す。で今度は下にタオルを引っ張って下ろす。こうお互い引っ張り合いするような形で上下と動かしていきます。引っ張った時にねちょっと軽く二の腕の筋肉を使うように動かしていきましょう。そうです、はい、いいですね。はい、今度はちょっと反対側の手入れ替えていただいていきます。はい、はい、ぐーっとこう伸ばした時に反対側の二の腕はこうストレッチされている感覚ですね。で下に引いた時には今度上側がストレッチされて、こうストレッチと、力を入れる、これが、同時に起こるような感覚で背中をゴシゴシとやっていきましょう。はい、もう一往復、いい、ジン、はい、 OK です。はい、そしたらですね、そのまた膝立ちの姿勢、今度は手をバンザイしていただいて、先ほどのオブリークに近いんですが、今度はぐーっと体を同じ状態にした
ところから手を垂直に、で今度は反対の方まで回していく、オブリークローイングと言います。はい、交互に動かしながら、これは、ね、肩甲骨を大きく動かしながら、こうダイナミックにこう肩甲骨周りを大きく動かす体操だと思って行っていきます。はい、脇がねしっかりこう伸びる、で反対側の手でしっかりとこう引っ張って、少しこう二の腕にね、力を加えていきます。はい、息を吐く、戻す、はい、して戻す、はい、入れして戻す、ラスト下げて戻す、はい、OK です。はい、ではここからですね、後半はしっかりと、背中二の腕周りの筋肉をしっかりと鍛えていきます。はい、まずはうつ伏せに寝た状態になります。うつ伏せに寝ていただいたところから、タオルをですね握っていただいて、こうピンとできるだけ張った状態作ります。でタオルを張らせていただいて、張ってもらったら、胸の方にですねキュッとこう引きつけながら体を起こしていきます。でまたタオルを前に戻す。この時こう引きつけた時に肩甲骨をですねキュッとこう引きつける。はい、で頭はこう上がりすぎないようにしてください。腰を少し痛めやすいので、ちょっと軽く顎を引きながら、そう胸の前に引きつける。そうすることで背中をしっかりと意識して使っていきます。これはまずですね、一緒に30秒間行っていきたいと思います。いきますよ、よーいスタート。はい、そう背中を引きつけて、ふう、はい、引きつけて戻す。はい、できるだけねこれタオルと手床にこうつけないようにしっかりとコンスタントに行っていきます。もしちょっと腰がねこう反ってくるという方は、できるだけこう骨盤を床にグッと押し付けて、お尻に力を入れて、恥骨を床に押し付けるような感覚で行うのができる。いいですよ。はい、もう少し頑張って、あと5秒、4、3、2、1。はい、 OK です。はい、今度はですね背筋を交互に行っていきます。タオルを持っていただいたら、右側の方に引きつける、反対も同じように引きつけて、伸ばした方と反対の手は肘を前に、胸の前に手を近づけて交互に行っていきます。二の腕をつくと背筋をしっかり使って交互に動かしていきましょう。はい、では5秒前いきます。しっかりと呼吸を整えながらいきましょう。よーいスタート。はい、ふう、も上げて戻す。はい、はい、この間もできればね、こう手を床に、タオルを床につけないようにしっかりと交互に行きながらなっていきます。はい、肩甲骨ここね寄る感覚をしっかりとこう意識していきましょう。しっかりと伸ばすことで二の腕にも効いていきます。はい、背中と二の腕を同時にしっかりと動かしていきましょう。はい、ラスト5秒でしっかりと交互、はい、ふー、はい、戻す、ふー、はい、 OK です。はい、では一度ちょっと今度はタオルを置いてですね、さらにハードナーいきます。二段階背筋いきますね。うつ伏せの姿勢から、今度は一度手をギュッと背筋と同じように引いていただいて、そこから肘をピーンと伸ばす、で戻していく、こう1、2とこう2段階で背筋を繰り返していきます。これもね、顎上がりすぎないように注意しながら、背筋、二の腕、ここを意識して行っていきましょう。いきますね、3、2、1。はい、スタートです。キュッ、伸ばす、で戻して、そうです、キュッ、伸ばす、はい、戻す。はい、特にこのね1段階目の背筋の肩甲骨の寄せ、そして肘を伸ばした時の二の腕の引き締め、ここをしっかりと意識しながら1、2。はい、呼吸を止めないようにしっかりとね骨盤の位置をグッと押し付けて行っていきます。1、2、戻して、そう、1、2。はい、ラストいきましょう。1、2。はい、 OK です。はい、では残り2つエクササイズですね。この辺りから二の腕に集中的にトレーニングかけていきます。はい、そしたら脇締めプッシュアップやっていきます。脇の幅、小さい前ならないの姿勢から手をつけていただいて、このまま床に手をつけます。はい、脇を締めた状態のところから、胸をですね手と手の間につけていくように、体を腕立て伏せの姿勢から伏せていって、脇を締めながら持ち上げていきます。かなりきついですね。お腹をしっかりとね引き込むのがポイントです。はい、では行きましょう。よーいスタート。はい、締めてから上げる。この辺きついところ、はい、腰があまりこそりすぎないようにお腹からしっかりと引きつけるように意識していきましょう。脇をしっかりこう締めながらね、あまり急がずこう自分のペースで行っていきましょう。脇をギュッとこう絞りながらです。はいですね、呼吸を止めないように。はい、ラスト1回ちょっと頑張ってグッと締めて
アップ。はい、OK です。はい、では最後ラストスパートです。ペンギン体操というちょっと可愛い名前のエクササイズなんですが、よし、じゃあ皆さん立ちましょう。立った状態、ちょっとこう中腰の姿勢をとっていただいたら、背筋をまっすぐ伸ばしてですね、後ろに手を立ちます。背筋を伸ばしたまま、できるだけ手を高い位置にしながら、ピッ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 と動かして、ペンギンが歩いていくような姿勢をとりながら、この二の腕を最後、しっかりと追い込んでいきたいと思います。これはもうできるだけ早くいきましょう。いきますよ。よーい。スタート。はい、はい、はい、はい。細かく、素早く。いきます。こう途中だんだんね、こう背中丸まってこないようにギュッ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 、細かく素早く動かしていきます。はい、ここラストスパートです。しっかりとね、背中を気をつけて丸まらないように頑張っていきましょう。はい、ここからまだまだです。ラスト10秒です。はい、しっかりとピッ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 、背中丸まってないですか。最後しっかりと頑張って、はい、3、2、1。はい、 OK です。体ちょっとでフラフラしましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。今日のトレーニングいかがだったでしょうか。結構ね、もう背中とか、二の腕かなりこうジンジン来てるんじゃないかなと思います。今日ちょっとね、シャンプーするのが大変かもしれないですけども、そこはね、ごめんなさいということですね。はい、次回のトレーニングではヒップアップ、お尻をですね、テーマに行っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録の方もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。